井ノ原義彦の拍手に至った持月磯子記者らの暴走。僕はオバマの会見に。うるせえ、大混乱、ジャニーズ廃業会見、現場裏話。創業者のジャニー北川氏、去年87の課外問題をめぐり、ジャニーズ事務所の会見が10月2日14時から都内のホテルで社長。山57、ジャニーズアイランドの井ノ原義彦社長。 47。9月30日付で CCO、チーフコンプライアンスオフィサーに就任した山田正幸弁護士、顧問である木目田博弁護士が出席。ジャニーズ事務所が、スマイルアップ、スマイルアップ、変更して再出発することを発表した。9月7日の会見に出席していた前社長の藤島ジュリー恵子氏、57。 は今回の会見には出席しなかった。東山は、ジャニーズ事務所がタレント育成業務から完全に撤退するとし、自分たちで新しく会社を、ファンの皆さんの力をお借りしながら、アップデートしていき向上する。自分たちでジャニーズ事務所を解体し、新しい会社でファンの方々と新しい未来を切り開いていく。これが私たちのビジョンです、と説明。 新社名は、スマイルアップになると報告。同社では被害者への保証業務のみを行っていく。所属体に設立されるエージェント会社と個別に契約を結んで活動することになるといい、社長には東山が就任し、副社長には井ノ原がつく。年内をもって芸能活動から引退する東山とは違い、井ノ原は芸能活動を継続する。 また、新会社名はファンクラブで公募するという。過去に解散したグループや会社から独立するグループの楽曲も含む楽曲の権利の扱いについて問われ、具体的なスキームなどはこれから最終的に詰めていくところで回答できる状況にない。新しい新会社を作り、スマイルアップは廃業していく。 そして再出発していくスキームの具体的な各論は今後しっかり詰めて述べさせていただくとも説明した。さらに新会社が元の会社から財産を継承するのかという問いには新会社は完全に新しい会社を作ります。承継することはしません。資本構成についても藤島は一切支配ということを考えていると回答した。 被害者への対応については、9月21日以降、東山が被害者と直接面会し、これまでのジャニーズ事務所の対応について謝罪するとともに、保証や再発防止の取り組み状況について説明したという。そして、元裁判官の弁護士らからなる裁判員会を設置し、9月30日までに478人から連絡があり、 このうち325人が保証を求めていることも明らかに。現時点で、過去と現在にジャニーズ事務所への在籍が確認できたのは、およそ150人とした上で、保証については11月から開始し、保証額や人数については適切な時期に明らかにするとした。9月7日の会見は4時間以上に及びましたが、 今回は会場の使用時間もあって2時間で終了。前回のような長々とした無法地帯といった感じにはなりませんでしたね。それは運営側もそうしたのでしょう。ただ、前回と同様に東京新聞の記者で、YouTube の報道番組、アークタイムズでキャスターを務める持月磯そこしらの暴走が悪い意味で話題になってしまいましたね。有観記者。